文字の家前のエミです。本日私はこちらにお邪魔しております。ででん、シンガポールです。シンガポールで行われているウィキッドワロップというイベントに参加しております。こちらは同日の 2days のイベントなので、その様子を皆様にちょっとお見せしたいと思います。それでは東京からシンガポールに行ってみましょう。シンガポールまでは東京から5317キロです。空港からイベント会場までは車で約40分ほどで到着いたします。マレーシアとの国境近くでマレーシアを見ることができます。川の向こうがマレーシアで、川の手前がシンガポール。大陸ってすごいですね。あれちょっと待って、川の向こうがって言われたんだけど、この川かな、あの川かな。いや、あの川だよね。多分この川ではないよね。気温は30度いかないくらいで過ごしやすいのですが、たまにものすごいスコールがやってきます。マリナベイサンズからの眺めは素晴らしく、小さいで有名なマーライオンは遠くから見るととても小さいです。タクシーの乗車人数は正直結構難しく、日系のレストランがとても多いです。日系のレストランのみならず、日本では見たことのない日本語のレストランもございます。巨大カレーたち。シンガポールフードは何を食べてもとても美味しくて、毎日心が洗われる思いでございます。それではここで主催者のお二人にコメントをいただきました。Hi, I'm Jim from Wicked Wallop. I'm Kamal from Wicked Wallop. And yes, so I will just pause for a second. Yeah, that's right. We'd like to say welcome to Wicked Wallop. This is our 9th edition. 9th show. And 2024, we're going to start this year really hard, really good. Yep, beautiful bikes, beautiful cars. And of course, big, big, big thanks to Moon Eyes as well. And they have been a massive part of our show for a really long time. And we absolutely love the partnership. We love what Moon Eyes does bring to Singapore and to the region as well. Completely grateful. We are sold. Big time Moon Eyes fans. Thank you for being a part of our show and thank you for coming to Singapore. ジャッピーとカマール、どうもありがとうございました。それではここからイベントの様子です。どうぞご覧ください。
シンガポールの郷土料理のバクテちゃんでございます。これがまた美味しいんだわ、めちゃめちゃ美味しいんだわ。なんかバクテにもいろんな種類があって、多分これはマレーシアスタイルだよね、ハーブたっぷりのやつなんだけど、もうシンガポールにいるときは毎日食べてるぐらいのお気に入りちゃんです。ではこちらのバクテいただきましょう。実食。あー美味しい、しみる、めっちゃ美味しい。こんなに暑いのにこの場所、まあ、ちゃんと東南アジアだから今30度あるんだけど、30度あっても飲めちゃうよね、ガパーンっていきそうで怖いんだけど。お肉をディップします。めっちゃドロッとしてる、みたらし団子みたいな黒い人。じゃあそれではこの醍醐味、お肉が待って2種類入ってるんだけど、このスペアリブ形式の人とベーコンで、このなんか皮みたいなお豆腐かな、一回です。うん、これめちゃめちゃおすすめです。何食ってんの、あ、これだ。そうです、食べてください、うまいやつ。 10.5 ドルってことは1100円ぐらい。すごいすごい量の1200円じゃない。はい、これこの謎肉何なんだろう、チキンとかじゃない、でもなんかすごいカツオだしが、あ、本当だ、レバーまで入ってる。これは食べない、このタイミングでチキンライス届きました。やばい、チキンライス激アツ、食いしん坊万歳じゃない私。チキンライスでいいや、ジンジャー。続きまして、なんかこの皮がついてるタイプのチキンライスあんま食べないかもしれない。実食。うわ、めっちゃ美味しい、これめっちゃ美味しい。ご飯はウィナー、あ、両方ともウィナーズ、ウィナーズ。ハーブがすごくてめちゃめちゃ炊き汗。でもなんかお昼で一気にハイナンチキンとバクテーとダブルシンガポールを体験することができてとてもハッピーでございます。ザ・シンガポールって感じのランチでした。今回もたくさんの方々にムーンアイズファッションショーに参加していただきました。その様子をどうぞご覧ください。最後まで動画ご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。雨でこのようにスーパーヘビーレインで側溝からお水が湧き出している状態でございます。果たして雨は止むのでしょうか。一応10時から11時は雨は降らないとのことでしたが、今は10時ですが、このようにスーパーどんでんどっこの騒ぎじゃない大雨でございます。またお知らせいたします。以上、現場からでした。